竹瓦工事アーケード竹瓦工事アーケードは、大分県別府市にある商店街。1921年12月1日に完成した、現存する日本最古のアーケードである。竹瓦工事木造アーケードとも呼ばれる。竹瓦温泉、ルカワ通りと竹瓦温泉と東西に結ぶ長さ、約61メートル、幅約3メートルの全二式木造ガラス割りのアーケードである。 通りの両側には2階建ての胸割長屋が並ぶ。ルカワ通り近くにあった旧別府港に着いた観光客が雨に濡れずに竹川原温泉に行けるようにすることが目的であったとされ、入島客向けの土産物店頭がの木を連ねにぎわっていた。なお、通りの途中からは南側にもアーケードが伸びており、全体では T 字型をしている。大正時代、初代別府市長だった神。 沢又一郎が所有していた土地を愛媛県出身で予習銀行の頭取りだった佐々木長春が買い上げ1921年12月1日に完成した当時は竹川原マーケットや竹川市場と呼ばれたその後東西の横通りの途中から南の海岸側に抜けるアーケードも作られた東西の横通りに土産物店等の観光客向けの店舗が多かったのに 対し、南に伸びる縦通りには、鮮魚店や八百屋といった地元の住民向けの店舗が並んでいた。王子は人が通れないほどの賑わいを見せていたが、1967年に、別府港が現在の国際観光港に移転すると、次第に賑にわいを失い、1970年代以降は、両院外として、かろうじて名脈を保ったものの、平成に入ると、 店舗の歯抜けが目につく状況となった。一方、2000年代に入って、オープンカフェ等の新規出店や、街歩きツアーによる活性化の動きも見られ、2004年6月9日に、竹川原温泉が登録有形文化財として登録されたこと等をきっかけに、保存、再生のための運動も進められている。2009年2月6日には、竹川原温泉とともに、 別府温泉関連遺産として近代化産業遺産に認定されている。ありがとうございます。